こんにちは。ランニングアドバイザーの湊です。幕張新都心店のランニングスペシャリストの安田です。湊の上司の野田です。今回はこの3人の2022年シーズンの振り返りをしながら、どんなアイテムが良かったか、どんな練習が良かったかということをお伝えして、皆さんの参考にしていただけたらなと思っています。安田さんの2022年度シーズンはいかがでしたか？2022年シーズンは個人的に座骨神経痛で悩まされる前の2021年に出した3時間4分39秒というところの更新することを目指して、練習を積み上げてきました。11月から12月ぐらいの頃の月間走行距離は、まあ、結果としてですけど410キロぐらいを、平均で超えてまして、12月に練習でフルマラソンを1本河川敷で走ったんですけど、その時も3時間13分ぐらいで無理なく走れたんで、3月の本番のマラソンに向けてはちょっとね、ある程度期待はしていたんですけど、結果としてですね、まあ、ネットで3時間10分4秒ということで、相当座骨神経痛がひどかった頃にはタイムは戻してきたかなと思います。100点満点中75点ぐらいですかね。原因を考えてみますと、今シーズンはね、座骨神経痛もだいぶ改善してきていたので、まあ、10キロに関してはまた39分40秒切るぐらいのタイムで自主練で走れるようになっていたので、昨年よりは良かったんですけど、ハーフマラソンのタイムが1時間29分台ってところで、まあ、去年とあんまり変わらなかったんですよ。去年状態が悪い時と、そこのハーフのタイムがあまり伸ばさなかったっていうところが、まあ、長い距離に対してのその不安というかね、はい、が残ってる状態で、まあ、本番のレースのスタートラインに立ってしまったっていうのがね、ちょっとね、自分としてもちょっと自信が持てなかったっていうのがあるかもしれないです。まあ、30代の頃、まあ、サブ3で走ってた頃には、まあ、ハーフもね、大体1時間20分か21分ぐらいで走ったんですね。はい、1時間29分だと、まあ、走れても3時間10分前後かなっていう気持ちがどっかにあった、はい、ですよね。安田さん、ハーフは何本ぐらい入れられたんですか？2022年シーズンは2本かな、はい。まあ、来シーズンに向けてはですね、ハーフマラソンのタイムに対してちょっとしっかりですね、目標をこの時期にはハーフマラソンをこのタイムぐらいで持っていくという目標をしっかり決めて、まあ、練習に取り組みたいなというところとですね、座骨神経痛もまだ完全に治っていないので、まあ、そこに対してしっかりボディケア、筋膜リリースであったりとかストレッチを継続するっていうところと、厚底シューズを履きこなす上で非常に重要なお尻周りや太もも周りの筋力不足を補うためにウエイトで負荷をかけた、まあ、スクワットであったりとか、デッドリフトのあたりを、まあ、しっかりですね、取り組んで強い体を作っていきたいなと。これからランニング以外のトレーニングも入れていくっていうことですね。そうですね、まあ、走るトレーニングでどうしても、ね、限界があるというか、そうですね、あんまりこう走りすぎてもオーバーワークになって、まあ、故障の原因になるので、まあ、走る以外のところでいかに、ね、強くなっていくかと考えたいなと思いますね、はい。私は安田さんのこのシーズンを見ていて、その痛みがなく走れてるっていうところですごく生き生きしてるなっていうふうに感じました。このまま継続してその痛みが出ずに走れたら、また来年すごくいいタイム出るんじゃないかなって思ってます。ありがとうございます。そんな安田さんがお世話になったアイテム、はい、教えてもらえますか？はい、私今シーズンお世話になったシューズをちょっと持ってきましたじゃあ早速紹介してみましょう。つなぎの練習とかジョッグでお世話になったシューズを紹介します。オンのクラウドフローですね。そんなこう厚底じゃないんですよね。若干こう感覚的には昔ながらの薄底でクッションが少しあるような感覚のシューズでして、普段のジョッグに関しては少しねこういった薄底のシューズを履いて足裏の感覚がねぼやけないようにしていました。クラウドテックっていうねクッションがしっかり効いてますし、スピードボードっていうねこの反発するボードがしっかり入ってるんで、スピード乗った時もしっかりこのボードが反発してるんで、スピードの上げ下げもねしっかりできるんで、この靴は非常に重宝してました。では次のシューズは何でしょうか？5キロ10キロの、まあ、ロードレース用によく使わせたシューズですね。アイダスのアイゼロ匠ですね。で、まあ、本当この靴は8になってからよりロード寄りのシューズになったんですけど、本当ですね、私の中ではこうもう5キロ10キロでしっかり走るんだったらもうこのシューズ一択なんですよね。本当ライトストライクプロっていうこのめちゃめちゃ高反発でクッション性のある素材が前面に入ってまして、あとは、まあ、この5本指のエナジーロッド、まあ、これですね、カーボンほど硬くないグラスファイバーの、ロッドがね5本指がしっかり伸びてるんで、
まあ、最後蹴り出す時にぐんと前に進むっていうところがありまして、地面と接地面積が狭いのでハーフ以上の距離には多分フォームの崩れに対して対応できないと思うんですけど、5キロ10キロであればある程度ねしっかり押していけるんで、この靴はすごい好きなシューズです。次は何でしょうか。はい、3足目はねハーフマラソンで、特にお世話になっていたシューズですね。はい、こちらミズノのウェーブリベリオンプロ、プレートの部分が、まあ、カーボン配合のプレートになってまして、結構やっぱり硬めなんですね、プレートに関しては。ですんで私の中ではやっぱり足が持ってハーフまでかなっていうところがありました。かかとをあまり使わない靴なので慣れるまでにはちょっと時間かかると思うんですけど、慣れてくると乗りやすいというか、まあ、転がる感覚もありながらしっかり前に進むっていうところがありますので、ハーフでは、はい、ずっと愛用してました。私もフルマラソン1本これで走ってみました。やっぱり前に乗ってる感覚で走っていくと気持ちよく走れるなって思いました。自分の感覚だとやっぱりこう力がなくなってくると、もうこうなんですかね、カーボンの反発をうまくもらえずに上に跳ねちゃうっていう感じがあるんですよね。ですのでやっぱり、まあ、ある程度しっかり地面が強く、まあ、しっかり踏める状態で走れると、この靴は機能が発揮できるんじゃないかなと。はい、次は4足目なんですが、特にですね30キロ以上の距離走で、使っていたシューズです。アシックスのマジックスピード2、フルモデルチェンジしましたよね。はい、カーボンもフルレングスのプレートになりましたし、いわゆるねこう厚底のレーシングシューズの感覚を、まあ、残しつつ、まあ、カーボンもそこまで硬くないですし、クッションも非常に柔らかくて、足に負担が少ないので練習でも使いやすいカーボンシューズになっていたと思います。このシューズは1万5000円プラス税という形で、フルカーボンのシューズとしてはかなりコスパもいいシューズなので、練習でもガンガン使わせていただきました。吉田さんは距離走でもカーボンシューズ使う派なんですね。本格的に走り込みに入ってレースペースをある程度想定しながらの距離走っていうイメージですかね。夏場とかのゆっくりの距離走では使わないです。しっかり感覚もレースに近づけながら準備していくっていうような。そうですね。はい、はい、ラスト5足目ですね。アンダーアーマーの UA フローベロシティエリートですね。前回の動画でもねご紹介はしてるんですが、非常に軽いんですけど足に本当に優しいカーボンシューズです。フルカーボンなんですけど、まあ、こうたわみが非常にいいので、まあ、カーボンシューズとしては思えないこの柔軟性がありながら、しっかりねミドソールもペバックス最高級のね高反発なクッションを使ってくれますし、足のダメージをまあ最低限に和らげながらしっかり、ね、カーボンも働いてくれるというシューズだったので、まあ、今のね私の走力にはベストマッチしたと思いますね。発売してまだわずかですけど、もうお気に入りになっているんですね。そう、ちょっとファーストインプレッションでも一目惚れしました。安田さんは今シーズンに限らずですけれども、このようにたくさんのシューズを使い分けて練習に合ったシューズ選ばれてたんですね。そしてこの UA フローベロシティエリートは野田さんもお気に入りのシューズなんですよね。そうなんですよ。僕もファーストインプレッションがすごい良かったので、すごく好きなシューズです。はい、ではそんな野田さんの今シーズンの振り返りを聞いてみましょう。今年度数年ぶりにフルマラソンを2回走りまして、前回の動画でちょっとお伝えしたと思うんですけど、サブ4を目指せたらいいなという感じでフルマラソンを軸に、ハーフマラソンとか10キロのローカルレースをちょっと入れながらやれる範囲で練習してきたっていう感じですかね。ちゃんとスケジュール組み立てて大会入れててすごいなって思ってました。やるときはやるんですよ。結果はどうだったんですか？フルマラソンで行くと12月の湘南国際が4時間半、4月の霞ヶ浦マラソンが4時間23分というところで、まあ、目標達成ならずというところでした。分かりやすく30キロの壁にぶち当たって失速するという結果。マラソンの難しいところですよね。そうですね。その4月の最終レースはすごく暑かったみたいなので、ちょっとそこはスケジュールとかもこれから本気のレースを決めるときには考えた方がいいかもしれないですよね。皆さんになんでそんなに時間かかったんですかって言われたんで傷ついてるんで来年は頑張ります。本当に練習はすごくサブ4できそうな
あの記録を聞いてたので、安田さん、そんな野田さんにアドバイスはありますか？特にフルマラソンに関しては本当気象状況の例えば気温であったりとか風であったりっていうところの影響を非常に受けやすい、大きく受ける種目だと思います。今後そのできればですね、過去の気象状況とかもちょっとチェックできるので、記録が出やすいコンディションが続いているようなレースを選ぶっていうのも一つあると思うんですね。30キロ以降の失速に関してなんですけど、野田さんスピードに関しては全く問題ないと思うんですけど、多分ですね、この30キロ以上の距離に対応する、スタミナの脚力が若干ね落ちてきてしまっている可能性がありますので、この人夏場とかにどうせスピード上がらないじゃないですか。でその時にこうゆっくりもう歩くようなペースでもいいんで、月に 1,2 回とかを3時間から3時間半、時間走です、もうペースどうでもいいんで、もうとにかく途中正直歩いてでもいいんで止まらずに、給水なんかもできれば歩きながらしながら3時間から3時間半走っていうのを月に2本ぐらい、少し涼しくなってきたシーズンに向けては意外に簡単にサブ4ポンっていっちゃうんじゃないかなと、夏場のね時間走はダイエットにも最適ですので、昔からね、市民ランナーレベルでは体重1キロ落ちるとフルマラソンタイム3分縮まるって言われてますんで、参考してもらうといいんじゃないかなと思います。はい、はい、と思います。ではそんな野田さんが今シーズンお世話になったアイテムをご紹介したいと思います。1つ目はこのニューバランスの、ヒューベルセルレベルバージョン3。主な使い道としては、ジョグからちょっと早めのジョグとペースの間ぐらいで、使ってたんですけど、本当に軽さと反発性とクッションのバランスがすごい取れたいいシューズだなと思っていて、バージョン2も使っていて、そのままバージョン3も使っているぐらい好きなんですけど、走り方的にヒールストライクでもないし、かといってフォアフットの着地でもなくて、どちらかというとこう足の真ん中ら辺で着地する感じの走り方なんですけど、野田さんめっちゃフォーム綺麗なんですよちょうどこの設置するところがこのぐらいになる感じなので、その時にすごいリズムを取りやすい靴なので、気持ちよくジョグをできるシューズなので、お気に入りにしてます。であとテンポよく走れない時は結構自分の調子が悪い時ってことが多いので、なんか自分の調子を測るバロメーターとしても結構よく使ってる靴です。厚底感があんまりなくて、そうですね、本当に地面もちょっと感じつつ足も折れつつという風なシューズなので、意外と広いペース帯で使えるなと思っているシューズです。次のシューズは何でしょうか？はい、次はですね、安田さんと被るんですけど、このアンダーマーのユエフローベロシティエリートです。カーボンの硬さがちょうどいい硬さなので、結構他のブランドのカーボンシューズも履いたりしたことはあったんですけど、やっぱちょっと反発が強すぎて、足への負担が強くてなかなか履きづらかったりしたんですけど、これぐらいの柔らかさのカーボンだとうまく反発をもらえて、スピードに乗っていける感じがしたので、すごくお気に入りのシューズの一つです。で僕の使い方としてはまだちょっとやっぱり、フルマラソンとか、長い距離ではやっぱりちょっと後半足が持たない可能性が高いので、そういうところでは使ってなくて、レースの場面だと10キロのレースで使いました。4分10から20ぐらいのペースで結構しっかり、リズムに乗れて走れたかなっていう感じがあって、だと普段の練習だと、あんまり出番はないんですけど、ちょっとこうインターバルの的な練習をするときとか、スピードを上げて走る距離が長くない練習とかでは、履くようにしていました。はい、最後は、アシックスの、S4 です。サブ4のために作られた、シューズというところで、霞ヶ浦マラソンはこれで走りました。1回目の12月の湘南国際マラソンはメタスピードエッジで走って、で2回目はこの S4 で走ったというところなんですけど、メタスピードエッジで走った時はやっぱり反発が強くて、後半26キロぐらいから足がつり始めていて、もう30キロ過ぎてからは走れないみたいな状態になっちゃってたので、ちょっと自分のレベルには早かったかなっていう印象がちょっとエッジの時はありました。 S4 を、霞ヶ浦でマラソンで走ったんですけど、足がつるという感覚はゴールまでなかったです。ちょっとだけ歩いたんですけど、基本的に
走りを止めることもほとんどなかったのは、まあ、やっぱりこのシューズの機能の違いかなと思いました。やっぱり後半でも足がしっかり安定する感覚があったのは、まあ、このサブ4のヒール周りだったりとか接地面もちょっと広かったりだとか、この サブ4を目指す人のレベルに合わせたシューズ作りが、しっかり効果として感じられたかなと思っています。普段の練習では大体1キロ5分ぐらい、5分から5分10ぐらいのペースで、30キロ走とか16キロ走はやるんですけど、絶対使ってました。でやっぱり足にかかる疲労が少ないので、こう継続的な練習もしやすいので、まあ、こう練習の中でもこういうシューズ使うとしっかり疲れが溜まりすぎず継続的に練習も積めるような感じは僕は感じました。野田さんはちょうどサブ4を目指しているので、サブ4を目指している方の参考になれば嬉しいなと思います。最後に私の2022年度シーズンの振り返りをさせていただきます。このシーズンは私としてはちょっとマラソンを頑張りきれなかったなというふうに思ってます。頑張るというよりは楽しむっていう方にシフトして、走ってきたような感じです。このシーズンマラソン私6本走りまして、北海道マラソン、金沢マラソン、青島太平洋マラソン、大阪国際マラソン、名古屋ウィメンズマラソン、青森桜マラソンに出てきました。私その他にもトレイルの大会にもいろいろ出てまして、7月に野沢温泉65キロ、9月に白馬国際トレイル50キロ、10月に波折根70K 出てました。たくさんの本数をこなせたっていうところは自分にとっての中核だなと思ってます。去年はフルマラソンの後に太もも裏が痛くなってしまって、ちょっと楽しく走れなくなってしまった時があったんですけど、そういったことがないように練習の時にあんまりカーボンシューズを使わないっていう風にすることで、ちょっと足の負担は減らしながら走っていくっていうような感じでした。大会が立て込んでいるのですぐ次の大会が来てしまって、その一本一本に対してちゃんと準備ができていなかったなっていうのがちょっと心残りではあります。普段の平日のトレーニングというのがなかなかできていなかったので、レースとしては後半失速してしまうという、はい、内容が多かったです。一番調子が良かったシーズンは結構たくさん1時間から2時間ぐらいのジョグっていうのをしていたので、そういった時間を次の年は取れるようにしたいなと思っています。今シーズンに使ってみて良かったアイテムはありますか？はい、ではご紹介したいと思います。私がお世話になったシューズ1足目はオンのクラウド GO です。クラウドモンスターも春から夏にかけて結構履いたんですけれども、クラウド GO が出てからはこの沈み込みが少なくてポンポンテンポよく走れる感覚が良くて、普段のジョグからテンポ走ぐらいまで使うことがありました。普段のジョグ結構使ったんですけども、ジョグ以外にも移動用でも結構使っています。マラソン走ってたくさん旅をしているので、そういった時に荷物を持ちながらクッションが柔らかすぎるシューズを履いてしまうと結構足に負担がかかってマラソンの時にうまく走れないなって思うことがあります。で、あまり沈み込まないけれどしっかりクッションがあるので、このシューズはとても気持ちよく履いてました。2足目はこちらです。ハイペリオンテンポと、あとハイペリオンマックス、このハイペリオンシリーズに、はい、お世話になりました。テンポの方は本当にペース走からクロカン走など、はい、結構幅広く使えるんですけれども、気持ちよくペースを上げたいスピード練とかの時にも使ってました。本当に万能に使える、野田さんでいうフュエルセルレベルのような感じ、ちょっと自分の感覚を確かめるためにも使ってました。このミッドソールが DNA フラッシュといって、ちょっともちもちソールでしっかり反発してくれる、で沈み込みすぎないっていうところが特徴です。ちょっと距離が長くなった時はこのもう少しクッションのあるハイペリオンマックスという方で走りました。こちらもゆっくりから4分20ぐらいのペース走ぐらいまで全然使えたので、こちらも楽しく走るのに使えました。私はマラソン旅が結構多かったのでこういったものもよく使ってました。マッサージボール、はい、先ほどこれを見せたら安田さんも俺も持ってるよって言ってました。常に、はい、常にバッグの中に入れてます。これ足裏をコロコロするだけじゃなくて、寝ながらベッドのところに置いといて肩甲骨の周りを自分の
この体重でほぐしたりお尻ほぐしたりいろいろ使えるので、こういったケアアイテムも持っているとマラソン生活が充実するんじゃないかなと思います。レースの連戦が多い皆さんならですね、はい、いっぱいお世話になりました。今回はこの3人の2022年度シーズンでお世話になったシューズ、そして振り返りを行ってきました。ぜひ皆さん次のシーズンに向けて参考にしてみてください。じゃあ最後にみんなで今シーズンの2023年度の目標を言い合って終わりしましょうか。はい、はい、とりあえずダイエットして1g でも軽い体でランニングを楽しめるように頑張りたいと思います。私は47都道府県マラソン走るのを目標にしてるんですけど、はい、それを継続して怪我なく走れるように練習をしっかりしていきたいと思います。はい、私はですね、私のレッスンを受講いただいている方々のしっかりサポートができる体を維持しながら50代でのサブ3復帰に少しでも近づけるように頑張ります。スポーツオーソリティの公式アプリスポーツマイルでは、スポーツマイルというポイントを貯めてお得にお買い物が楽しめます。ぜひ概要欄をご覧いただき会員登録お願いします。今回もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。